あの実際さっき9回受けたとか9回受けたとか、かよこさんは何回？レックさんで4回、うんうん、あと他社で、伊藤塾さんで2回と、うん、タックさんで1回の7回です。7回ね。あ、でも結構受けてるね。結構受けてるね。そっかそっか。会場受験とか自宅受験とかあるじゃない。それどうしてました？もう会場で。会場で。はい、逆に会場じゃなかった人って言います？自宅で、まあ、これはちょっと自宅でやりましたとかって、そういうような感じは、さっきでももう、あれだもんね、雅也さんは全部会場受験したってさっき言ってましたからね。で、直子さんは？私も全部会場で。全部会場ね。そっか。会場受験のいいところって何ですか？去年が私178点で落ちてるんですけれども、うん、まあ、本番に弱いんですよ。なので全然見えないよね、なんか。本番に一番強そうにしか見えないですで、先生に去年多分模試をたくさん受けなさいってアドバイスをいただいたと、はいはい、いただいて、はい、そうだと思いまして、全部調整して、うん、まあ、なんか9回となると本当にもう模試講義もし講義講義もしみたいな感じになって、もしよね、結構毎週入る感じですよね。9月だと本当に9月のもしが4カッターので、うん、そういう感じなんですけれども、とにかく本番のように、なのですごい緊張感の中やっぱりできるというのと、うん、時間の意識が、あ、はいはいはい、3時間でも絶対に終われないといけないんです、うん、というのと、あといろんな受験生さんいるので、途中で帰っちゃう人とか、うん、なんかすごいうるさい人とかいるので、うん、そういう中で受けるっていうのはすごくメリットがあると思いました。なるほどね。結構やっぱ本番意識して、もうすごく意識しました。座る場所とかってどうしてました？レックの模試だと大体教室同じだったりするんだけど、なんかそこは工夫してました？そこは先生もどこかいつもと違う席で座りなさいとおっしゃってたので、うんうん、なんかちょっとうるさそうなところの中に座ったりとか。なるほどね。なんかちょっと仲間同士で来たりとかするじゃないですか。はいはいはい、中とかに入ったりとか、うん、ちょっと過酷な状況に、まあ、その中でも置いて、うん、はい、やってました。なるほどね。はい、そうなんだ。はい、そっかそっか。じゃあそのまんま、もうお隣に行きましょうか。かよこさんはどう、まあ、実際初めての受験ですからね。模擬試験、会場で受けたっていうのはどういう点が良かったなって。やっぱりざわざわしてるじゃないですか。うん、で、なんか耳栓とかも本番も使えないので、うん、もうとにかくこの過酷な環境に慣れようと思って、うんうん、の会場を選びました。結構あれですか、やっぱりさっき今直子さんが言ってたみたいに座る場所変えたりとかなんかやってました？そうですね、やっぱりちょっと真ん中の辺に行って隣に人がいる環境にしようとか、うんうん、あとたまには端っこの方にしてみるとか、うんうん、なんか座りたくない感じの人の横に座るとかね、なんかありますもんね、そういうのね。まあはいとは言えないでしょうけどね。まあそんな感じですかね、はい、やっぱりじゃあ本番を意識してって感じなんですね。そうですね。そっか。それは雅也さんはどうですか？そうですね、まあ基本同じなんですけど、レックさんで受けるときも、うん、なんだ渋谷がまあ一番近いんですけど、うん、池袋とか受けたりして、最初申し込みの関係でそうなっちゃったんですけど、うんうん、あ、これいいかなとかって思って、うん、そういうのでだいたい午後のクラスを取ってたので、うんうんうん、ご飯のなんだろう、どのタイミングぐらいで、ああ、はいはい、うん、食べて、どのぐらいの量食べて、それどうしてました実際かなとかっていう、ご飯って、うん、まあ、1時試験スタートで、うん、まあ、大体教室入るの12時半じゃないですか、うん、本番だと、うんうん、何時ぐらいにお昼とかで食べてました？私は、割とちょっと早めに食べる感じにしてたんですね、うんうん、それに慣れるといいかなとかって、うんうんうん、でもやっぱりなんかこうあんまり食べない、量は食べないで、うん、カロリーメイト的なものと、あ、なるほどなるほど、コーヒーとお菓子系は持っていっといて、ちょっと早めに食べといてっていう感じで、それで、まあ、ちょっとパターンを変えて少しその辺は何食べるかもやってみてたようなことを今思い出します。その辺は、まあ、じゃあ直子さんの方に戻って、なんかその辺工夫してました？よくね聞かれるのよ、お昼何食べたらいいですかとか、何時に食べたらいいですか、眠くなっちゃうんですけどどうしたらいいですかとか言われるんだけど。そうですね、私あんまり気にしなかったですね。やっぱりちょっと戻ってきたんですけど、はい、本試験で使うものをずっと使ってました。マーカーとか、それをそのまま現場に持ってったって感じだ。そうですね。あとなんか座布団、今年も大丈夫なんですか、座布団って。私座布団使ってたので、多分今年もまだ概要が発表されてないけど多分大丈夫だと思うけどね。先生からもらった合格鉛筆も入ってるんですけど。あ、本当だ本当だ。
使ってるのは上の方のあれがマークシート用の鉛筆ですね。消しゴムもね、はい、うんうんうん、これをもうずっと到達の時からずっと使ってました。へ、でマークシート用の鉛筆すごく良くて、やっぱりこう塗りやすいので、あ、先が太いんですね。そうでなんか、うんうん、そうで、あのシャーペンじゃちょっと削れちゃったりとかするじゃないですか。なので、あの記述のちょっと下書きの時だけシャーペンシル使って、うんうん、で、この鉛筆に慣れるために。なるほどね、はい、もうマーカー使ってました。マーカー使ってました。マーカー使ってました、はい、何色？ピンクです。ピンクこれです。あ、それね、れそのピンクのやつね、はい、なるほど、あ、消せるやつね、はい、あ、そうなんだ、じゃあその辺はかよこさんはどうですか。まあ、じゃあまず食べるものとかなんか気にしてた食べるものは結構いろいろ気にしていて、うん、あ、気にしてました、はい、なんかそもそもその試験時間3時間の間で、うんうん、なんか途中でトイレに行きたくないなと思って、うんうん、でなんかもう前日から水分調整とかをして、うんうん、で結構いろいろなものを食べてきて、やっぱ重いものを食べるとやっぱ頭が働かないかなと思って、はいはいはい、まあ、サンドイッチとかおにぎりとか、うん、最終的には11時半ぐらいからおにぎりを食べる。おにぎりを何個食べるの？おにぎり2個です、ね、2個食べて。なるほどね、そういう感じなんだ。あとはそのなんだろう、糖分が切れると疲れちゃうので、うんうんうん、行く途中とかでブドウ糖、もうチョコレートが好きじゃないので、はい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 、ブドウ糖の個体を食べて、試験の本番の日は会場でバナナを食べました。そっか、そういうのもやっぱりでも模擬試験の時にいろいろ試してるとね、さっきのマサヤさんじゃないですけどね、何を食べたらいいかとかどうのこうのっていろいろこう試して、筆記用具なんかも試したりとかすると。マーカーって使ってました？先生に言われた通り、正しく誤ったものに書くので、はいはいはい、ラインをつけなさいっていうのは今もやってる、うん、なるほどね。その辺どうですか、マサヤさんは。なんかマーカーとか筆記用具でなんか気にしたことってあります？マーカーはやっぱり使ってました、うん、で、筆記用具、筆記用具、私は太いシャープペンシルを使ってたんですね、うん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 、0.9 だったかな。あ、結構太めの製図用みたいなやつですかね、うん、割とそれがなんかいいなと思って、うん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 、最初にいいなと思ってずっと同じのを使ってました。で、まあ、一応2本用意して、うんうんうん、なるほどね、そうか、やっぱりそういうのってやっぱ大事ですよ ね、 こうね、模擬試験回数受けてるからある程度試せるっていうのもありますしね、やってみないと分かんないのって結構ありますもんね。なかなか経験しないと分からないことがあるので。で、それってね、これは多分もうね、かよこさんにしか聞けないんだけど、模擬試験やってる間にまだちょっとこう全体の勉強が終わってないのよねみたいなところで模試が来ちゃうこともあったと思うな、初めての受験だと。それって実際にその段階で模擬試験を受けたりとかってしてました？私はどんどん受けてます。どんどん受けてた、はい、それはどういう効果があったと思います？なんか、そもそもその分からないところが出ても、うん、できなくてもいいって思って、うんうん、間違って当然だからそこはあまり気にしないので、うんうん、それよりはもう終わっている箇所がどれだけできるかっていうことをチェックした方がいいと思うんですよね。で、あとはそのなんだろう、本試験で最終的に分からない問題っていうのがどうしても出てくるので、うんうんうん、そういう時にその自分で持ってる知識の中でどうやってなんとか書くかとか、なんとか解くかみたいな、うんうんうん、そういう訓練にもなるので、やっぱ終わってないからって思っちゃうとは思うんですけど、やっぱり絶対どんどん受けた方がいいと思います。なるほどね、まあ、やっぱそうなんですね。まあまあお二人はね、1回勉強して2回目とか何回目とかだから、まあまああれなんですけど、多分初めて受ける方だと一番そこをこう直面する一つの壁だったりするじゃない。シミュレーションの話もあったけど、そうさっき聞き忘れちゃったんだけど、こうもう一つよく質問されるのが、やっぱりこう、ね、時間が足りなくなるんですとか、あと順番、解く順番どうしたらいいでしょうかみたいなことはやっぱりよく聞かれるんですよ。何から解いたらいいですかとか、何から解くのはダメですかとか、そのあたり、じゃあ直子さんに言ってみようか。なんか順番どうしてました？なんかこういろいろ変えたりとか、最初から固定だったりとか、なんかありました？これはあれですね、本当に人それぞれですよね、順番っていうのは。なんかこれが正しいっていうのは多分ないと思うんですよ、うん、まあ、1番から解く方もいらっしゃいますし。で、私はいきなり記述見ますっていう、で、はいはいはい、キーワードをまず最初に書いちゃう、
でも多分期日先に見るとなんかダメージが起きて進めないって方もいらっしゃるみたいでそうね、問題によってはちょっとね、問題によっては、うん、もうっていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、私はもう期日見ちゃってキーワードをある程度書いてしまって、うん、はいはいはい、そこからもう知ってるか知らないかで解けるような問題、うん、行政法、うん、で憲法、基礎法学憲法、うんうん、っていう感じでこうどん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 解いていって、うん、民法に、でも民法が意外に私結構早く解けるタイプだったので、はいはいはい、はい、っていう感じで解いていきましたね。で時間も決めていて、うん、もう何時にもう行政法の問題に入っていなきゃいけないとか、はいはいはい、もう例えば2時10分に民法やってないともう遅れてくるぞみたいな感じで、うんうん、で、トータル170分で見直し20分っていうふうにはもう決めてました。結構本番その通りいきました。足りなかった、足りなくなった どっかでやっぱ時間がかかっちゃったね。どこかで、そうですね、期日で今回はちょっと手こずりましたね。なんで5分ぐらいしか余らなかったですね。ね、あ、でも余ったことは余ったんですね。そうですね、ギリギリ、はい、なるほどね、はい、じゃあそれを正江さんの方に行ってみようか。今と同じ質問ですけど、解く順番とか時間とかなんか、はい、どうしてました？やっぱり決めてましたね。うん、私も途中で、あ、記述先にちょっと見てからの方がいいかなっていうのでちょっとやってみたりはしたんですが、うん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 、基本はもう決めた順番で一番からじゃなかったんですけど、私は行政法を解いて民法を解いて、うん、他史を解いて、うんうんうん、記述を解いて文章を解いてで一般知識を解いて商法を解いて最後に憲法、基礎法学っていうところにしました。はい、時間とかってどうでした？本番では後ろ余裕はありました？本番もしは大体、うんうん、本当これに30分これに15分とかで決めて大体、まあ、それ測ってたりしたんで、うん、うまくいったんですけど、本番に関してはこの行政法は私一番最初にしたんですけど、うんうん、行政法と民法を続けてやったんですけど、ここでですねもう大変な目にあって、まあ、このやり方もう変えられなかったんでその通りにやったんですけど、うんうん、行政法が大体30分から40分の間、まあ、遅くても40分まで絶対終わらなきゃいけないのが、うんうん、もう45分かかっちゃって、うんうん、おかげでなんか そのおかげで民法に響いてしまって、はいはい、でそこを脱出するのがちょっと大変だったっていう、うんうん、まあなんとかでも立ち直れたのでここに今こうやって座ってそれはどうやって立ち直りました？やっぱ本番の試験の中でこうやっぱりね気持ちがこうブツッと切れた時に、あ、来たなと思ったんですね、うん、やっぱり2回目はそ1回目じゃなければそんなの来て当然みたいになんかやっぱ先生のいろんなお話で伺ってたので、まあ、そのためにこれまでいっぱいもし受けてきたから、うんうんうん、絶対やってきたことがあるから、まあ、これを抜け出せば大丈夫だと思ってちょっと自分と問答しちゃいましてそこで、うんうんうん、これ多分抜け出せるよなっていう感じで一回ちょっと冷静になってちょっとクールダウンしたんですね、うん、多分そこでね、そうですね、で民法の点数はまあ確かに悪かったんですけど、うんうんうん、まあ、その後は淡々と解くことができてっていうそんな感じでした。うん、なるほど。その辺は佳代子さんはどうですか？結構いろいろこう変えたりしました？そうですね、なんか順番はすごいいろんな人に相談をして、うんうん、なんかその模試で絶えず試してで最終的に最後の2回ぐらいは同じ、うんうん、もうこれでいこうみたいな。何からやってました？私すごい動揺するタイプなので、はいはい、規則性があるところからやろうと思って、うん、まず行政法も最初からやると難しいので、うん、行政手続き法、行政手続き法からね、そこから地方自治法まで一旦解いた後、うんうん、行政法の一番最初に戻って、うんうんうん、で次は民法も1問目がなんか難しい気がするので、うんうん、2問目から解いてまた最後までいったら民法1問目に戻って、うんうん、でそこまでで一応1時間以内でそこからは時間に余裕があるうちに記述3問を30分で解く、うん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 、でまた時間に余裕があるうちに文章読解やって、うん、そこから一般知識を全部やってここまでで、うん、次の1時間以内、うんうんうん、でそこからは多士選択やって、うん、また基礎法学難しいので憲法からやって基礎法学やって最後会社法、うんうん、で大体15分から20分は余らせるようにして最後はマークチェックとかを。なるほどね。